早速ね、ゲストのトコさんに登場していただきましょう。それではトコさんよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。山口トコと申します。あのトコさん今日はあの残業でねご自宅ではなくもう職場からということでねあのお早さまでありがとうございます。本当によろしくお願いします、はい、僕もあのいつもそちらに行かせていただいてメイクの講座で勉強させてもらうんですけども、 そうですね、はい、そこは今あのどこですかね、一応知らない方のために、はいはい、そうですね、あのちょうどビファイン研究所という私がまあいます会社がですね原宿にオフィスがありまして、はい、そこのまあメイキャップスペースというんでしょうか、あの後ろにも化粧品が置いてあるんですが、私のちょうど正面のところには大きい鏡がありまして、そこでお客様をメイキャップをしたりというスペースになっています。そうですね、はい、ね、そちらで結構あのテレビの取材とかね、いろんな全国版のテレビ取材とかね、いろんなところそこでされたりね、うん、講座をされてますけどね、はい、はい、すいません、あの、まあ、今日はよろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いいたします。はい、はい、こんな感じでですね、ね、あのメイクだけの仕事ではないという感じですよね、うん、そうなんです。あの、はい、うん、もともとは、まあ、メイキャップアーティストという職種にはなるんですけれども、まあ、ちょうどこの私が属しておりますビファイン研究所というところはですね、まあ、ビファイン研究所という言葉にまさに全部が含まれているんですけれども、ビファインの美というのが漢字一文字の美しいという字で美というんですね。これが外側の外見の美しさっていうのを表しているので、まあ、メイキャップですとかヘアスタイル、ファッションっていうことが、まあ、その美という一言にこう入っています。そしてビファインのファインは心の輝きというのを表しているんですね。あの、まあ、美容の仕事をしていて、もちろん美容だけではないんですけれども、一人の方を見たときに、顔だけ美しければいいかというとそうではなくって、やはり心や気持ちもあの楽しかったり嬉しかったりハッピーでないといけないということがありますので、そこで研究所が出てくるんですけれども、このお客様には一体美容をどのように提案していったらハッピーになるのかということを研究をして提案をしていくという会社になっているので、あのメイキャッパーではあるんですが、まあ、その方のこう生きていきたい方向性、夢とか、そういったものに、まあ、美容っていうものが必要になるよね。じゃあ、ビファインからはこういうものを提供しますよということで考えていくと、まあ、メイキャップアーティストではあるんですけれども、ただメイクをしているだけではなくって、内面的なものとか、あと体のラインも含めて、そういったこともトータルで美容を提案しているっていう会社にはなります。まあ、その中でね、化粧品のどうしても開発がないと、私たちも化粧品ないとメイクできないので、化粧品の開発であるとか、あとお家のね、今電化製品でこうできる美容の機器っていうのがすごいですよね。そういったものの、ね、うん、開発もね、はい、お手伝いをさせていただいたりと、いろいろとあのその日によって日替わり転職のような形で日替わり美容ですねあのいろいろとお仕事させていただいてます、はい。いや、もうこうやってちょっとで、ね、話をしていただくとですね、やっぱり東子さん安定感もとにかく講座を受けてる方なんでもう声はよく通るしね。で、僕がこうやって親しくさせていただいてるんですけども、やっぱりプロフィール改めてこのいろいろとどんな仕事をされたかをちょっとねご紹介をさせていただきますね、はい。まあ、こんなにたくさんあったのかというぐらいいろんな、ちょっとどうでしょう、これね、シャネルクリニックからまあ、あの有名なね化粧品の、うん、それから、まあ、やっぱり何て言うんで、共同開発ソフトっていうね、うん、これが、まあ、はい、顔とかこのパナソニック、うん、これはやっぱりあれですか、パソコンのソフトをこう開発、何か、あのパソコンのソフトというよりも、例えばパナソニックさんは先ほど言ったように頭皮のマッサージのものであるとか、スチーマーのもの、それから最近は骨盤をキュッと引き締める、あの、うんうんうん、骨盤のリフレとか、あと足をマッサージするようなマッサージ機といったような開発のことをさせていただいているので、うんうん、実際にあのうちのセラピストもいますから、足のマッサージってこうやってやっていくとむくみが取れるんだよというご指導とか、それから実際に、まあ、試作品ができたらそこに対して、いや、もっとこうしてほしいとか、あとコース名を作るとか、そういったことをさせていただいたり、あとは何かプロジェクトがあるときに、美容でどんなところを注意をして見ていくと、まあ、女性がどんなふうに成長していくのかっていうのを
うん、なんかそうやって研究をしたりするときの一応サポーターみたいな形で一緒に協力しながらお仕事をしたりします。すごいですね。もうテレビとかもたくさん、ね、出られてるし、そのいろんなあの有名なテレビもそうですけども、いろんなヘアメイクの担当とか、まあ、ここではねなかなかその言える量ではないと思いますけど、まあ、ここ最近ではあのでこの本もね、あのね、あのちょっとこう前後先、はい、後でまたこうご紹介もさせていただきますけど、まあ、こんなねあの素敵なあの東子さんに今日ね出演いただいているので、多分その女性の方も男性の方もこれからやっぱり5歳10歳若くなっていきたいというのはもうもちろんあると思いますし、もう時代がどんどんあの早くなってきていると、まあ、それで僕は東子さんのお話の中であのフレーズが好きなんですけど、もうゆっくりと自分の顔を伝えていく時代ではないっていうこと書かれてますよね、うん、なんて言うんでしょう、自分の顔の情報、うん、そうですね、そうなんですよね。そこもう一回ちょっとゆっくりとあのなんか聞きたいんですね、すごいフレーズが良かった僕。あ、本当ですか、うん、まあ、ありがとうございます。あのやっぱ僕らが言うよりかね、トークさんが言う方があの顔を変えないと絶対やっぱりビジネスも成功せえへんよとかね、うん、言ってしまうとあれなんですけど、やっぱり、うんうん、なぜそうなっていくかっていうことがやっぱりね皆さん腑に落ちると思うんですよね。顔の情報量っていうんですかね。はい、はい、その通りです。あの現代は、まあ、スピードが勝負って言われているところなんですが、私たち、まあ、民族的に内面が良ければいいんだよっていうふうに長い間育ってまいりましたよね、うんうん、で、まあ、最近になって個性個性って言われているんですが、実際にはじゃあ自分の個性ってなんだろうとか、本当に個性が分かってるかっていうとちょっと分からないっていう状況が多いと思うんですね。で、メイクアップっていうとなんか流行りのものとかチャラチャラしたものというふうに思いがちなんですけれども、自分の顔が相手にいろいろな情報を与えてしまっているということをまずご理解いただきたいというのが一つ。そしてお顔の表現、まあ、これメイクアップですとかヘアスタイル、ファッションなんかもそうなんですけれども、戦略的に外見を作ってこれからの先の未来ですね、ここに向けてうまく活用してほしいっていうのがあるんですよ。なのでそのためには自分の顔がどういう状況なのか、プラス面マイナス面といったところを十分理解をして、じゃあ今日はプレゼンテーションをしようということであれば、私はやる気があります、しっかりと伝えますという顔を作っていけば、もうそれですぐ周りは納得っていう感じになるんですね。もしお見合いしたりデートに行きたいって時には、穏やかで可愛らしい顔じゃないとね、ちょっとクールな顔でお見合いしちゃったら、あら強い人来たわっていうことになっちゃいますので、ね、そうやってどこにどんな風に人に会うのかっていうことをちゃんと理解した上で、戦略的に外見を作っていくっていうところで、この印象分析、印象の自分で理解していくってことが大切というところになります。うん、ああ説得力あります。僕もね本当にその眉一つをもうちょっと整えたらもっと素敵に思われるし、はい、その眉があることによってせっかく能力あるのに頼りなく思われるとかってありますよね、うん、もったいない方ってね、本当にもったいないと思うんですよ ね。で僕が一番最初にね東子さんにお会いさせてもらった時にね思った印象って、うん、まあ、こういう僕もあの後発で美容に入ったので、うん、美容でバリバリやってる方ほどちょっときついメイクになったりとか、きついっていうのはちょっと語弊ありますけど、なんて言うんでしょう、私は美容だから華やかにやってやりすぎてるとか、うん、ちょっとこう近寄りがたさが一般の庶民にはあったんですね最初の頃ね、うん、ところが東子さんはすごくそういうなんかこう親しみはあるようなお顔をご自身でやっぱ作られてる、これも戦略的やったなということが分かってきたんです、うん、最近。いや、そうなんですね。ですよね。ですよね。そうあんまりね、こうめなんか昔で言う先生方っていう、美容の先生方って結構すごいですよね。眉がこうなってね、シャキッてね。そうです、はいはい、そうなんです、はいはい、もう髪の毛も一本も崩さないみたいな感じですけれどもね、もっと気楽でいいものだと思うんですよね。はいはいはい。そうですよね。だからそれがすごく僕も伝わってきたし、で、こう親しくさせていただける。要は人が離れてしまうような雰囲気持ってなくって、こうどんどん寄ってきて、その中で東子さんのそのいろんな引き出しがたくさんあって、プロフェッショナルな専門性がすごくやっぱあるから、年に2回ほら僕いつもトレンドメイクにもいつもね勉強させていただくんですけど、まあその分析力っていうのはね、これご覧の皆さんね、すごいんですよ。だからそのパリコレとかいろんなその世界のいろんな情勢をですね、
分析してね、まあ、それをちょっと、うん、あの垣間見るようなことでちょっと先にね、そうしたらその印象分析のことをちょっとだけ、うん、あの先にねご覧の皆さんにあの見てもらおうかな、このシェアをね、ちょっとの早いけどもね、まあ、いろんな人にはこういう個性がありますよっていうのをこれちょっと見てもらっていいですかね、うん、この、はい、ね、ちょっと早いですけど、そうですよ、あの、うん、個性っていっぱいあって、あのうちでは結構細かくあの作っているんですね。でこれちょっとあの印象をイラストにしたものなんですけれども、うちは12個に分けています。で上に行けば行くほど若々しくって、下に行けば行くほど大人っぽくなります。画面向かって右側はちょっと男性的な要素があります。そして左側に行くと女性的な要素になるというふうになっているんですけれども、その中にいろいろとキュートだとか、真ん中ぐらいにクラッシーというのがあったり、右上の方にはフレッシュやボーイッシュといったように、いろいろな印象が点在しているんですね。まあ、大体一般の方は自分がどこにいるかうっすらわかるけれども明確にわからないっていうところがあると思います。これはもちろん男性にもあります。男性はまたちょっと軸が変わります。女性と同じように上に行けば行くほど若々しく、下に行けば行くほど大人っぽくなります。今度、右側に行くと動的、動きのある印象と、反対に左側に行くと性的というちょっとスッと、クールな雰囲気とかね、すっきりしたようなそういう印象というふうに分かれていて、男性も同じく12に分かれています。で、この中でちょっと女性の方が分かりやすいのでお話ししていくと、ちょっとね、いろいろな方に会うとか、さっき申し上げたようにちょっとあの婚活しているとかデートに行くなんていう時には、左上のキュートとかソフトとか、まあセンシティブは繊細という印象なんですけども、まあまあ繊細まで言っちゃうとちょっと元気なさそうに見えてしまいますが、キュートな雰囲気とかね、そこあたりを目指していけばいいですし、お仕事するときはキュートはちょっとまずいですね。あのバリバリね、本当はやらなければいけないので、例えば右下の方にあるインテリジェントとか、時にはクールですとか、そういった方向がやはり必要になってきますよね。まあ夜の商売の方は左下のゴージャスなんかが必要になってきますよね。こんな風にイラストで場所をこう見ていくと分かりやすいかもしれないですね、うん、これは本当にすごく一番最初に僕も見させていただいて勉強させてもらったんですけど、すごく分かりやすいですよね。で、うん、自分がどこら辺に出るかが分かっていると客観視できますもんね、こういうマップがあるとね。で、今自分はここにいるから、あ、今日はじゃあお休みだからフレッシュでいいかなとか、そんな風に今自分の居場所さえ分かれば、どこに行きたいかっていうその目標が定まるっていうことになりますので、メイクの色、形、それからお洋服のバランス、メガネの形もそうですよね。あと髪の毛を縛る、下ろすっていうところも全部つながりやすくなります。分かりやすくなると思うんですよね。そうですよね。うん、だからあの、まあ、多分今日ご覧になっている方で初めてこういうメイクの感覚っていうのをここまで、分かりやすくしてるこういうのって見たことないと思うんですし、うん、で僕はあの僕もねちょっと今度本出させてもらうときにちょっとこうここまではできてないんですけど、まあ3つぐらいは皆さん変身できるような顔を持ちましょうよっていうふうに一般の方にね お話してるんですけど、やっぱり何か私に似合うメイクってこれだけしかないっていうふうにこう皆さんこう探してるような人が多いように思うんです。どうでしょう、そこら辺、とこさん。そうなんですよ、これしか似合わないっておっしゃる方多いですけれども、でも実際には年齢とともに肌も変わってくるし、あのパーツもちょっと顔の外側でどんどん下にこうやって下がってきたりするところもあるので、印象もちょっとずつ変わってきます。似合う色も変わってきます。なのでやはり変えていかなければいけないというのもありますし、メイクアップのいいところは洗えば落ちるっていうところなんですよ。あの髪の毛はね、そう、髪の毛は切っちゃうとくっつけられないので伸びるまで待つしかないんですけれども、ちょっと待って思ったら落とすことができるっていうところは、私メイクアップはすごいいいことだと思うんですね。なのでご自身でお洋服を着替えるのと同じ感覚で、お洋服の着替えに合わせてお顔も着替えるっていうふうに考えると普通のことだと思うので、一つではなくて何パターンかやはり持っておく必要があると思います、うん、
いいですね。ね。で、東郷さんはメイクだけと違って、さっきもね、僕あの、このメガネとどっち行きましょうかとか言いながらね、やっぱり僕もこうメガネ一つで変わりますよってね。そうなんですよね。白だからね、やっぱりちょっと、さっきはこれ白と仕事なんですけどね、せっかく東郷さんが白やったから僕も、ね、白にしてで、メガネもちょっとこう白っぽく、そうそう白、透明にしたほうが爽やかにね、しようということで、そうそう。うんいうことでね、あの若干僕も見られてる感じがしますよ。いつも素敵にしてるから全然。いや、ありがとうございます。さっきあの、うん、いいねをしていただいてる方はずっと見て、あの言ったら、てるこ先生もいいねくれてたからね、もうちょっと緊張してくれ。もうね、美容の母ですからね、もう、うん、なんていうかな、もうこんな言ったらあれですけど、こう知ってる人は本当にびっくりしますよね。あのね、で、てるこ先生とずっとこう、20年のお付き合いですか、東郷さん、どんな、もっとですか。高校卒業してすぐに照子先生の専門学校に入ったので、それからずっとなので、もっと、もう すごい30年弱ぐらいになったね。そうですよね。じゃあもういろんなその流れをずっと見てこられたと思いますけども、はい、まあここ最近特にその、ちょっとまあ今日はご覧になっている皆さんで、もし今のうちにコメントで何か聞いてみたいわとかね、何でも結構ですから、もしあったら入れておいてください。あの後からでもね、あのコメントは見れますし、何か気になることによって、あのそのままスルッとこう流してしまう、もったいないですから、こんな機会なかなかないですからね。もう有料級の今日は内容になってきますから、ね、ぜひぜひ東郷さんに質問してあげてください。はい、それではですね、ちょっとまあそんな中で僕がちょっとこうふっと思ったのは、時代の流れがすっすごく早いじゃないですか、バーって、はい、でそんな中で何かこう、あの一般の方がこの情報を取るときに何かコツがあるんですか。その東郷さんのいろいろいつもあの感心するんですけど、あのなんていう時代の流れの見方、メイク、美容を、あ、美容ですね、うん、一般の方がどんなにしたらあれあんだけのトレンドっていうかね、大変だと思うんですよね。大変ですよね。大変だと思います。あのもちろん情報もいっぱいありますし、やはりなかなか今ね、お外に行く機会はないですけれども、デパートに行っても信じられない数の商品が出ているので、なかなか難しいというのは実際にあると思います。で、まあ雑誌、それからいろいろな、情報というのがすぐに取れるようになっていますので、何か一つでも気になるものからまず始めていったらいいかなっていうのがあります。また今化粧品って、あの金額も安いものも結構ありますので、そういったものをうまく活用しながら、あのメイクアップをしていったらいいと思うんですね。で、私もその年に2回トレンドの情報をさせていただいていますけれども、やはりいろんなところから情報をこう引っ張り抜いて、ああ、今このあたりがなんか来てる感じがするっていう感覚で、やはりメイクアップのパターンを作っていくので、やっぱり多少こういろいろと情報を知っていると、ああ、やっぱりちょっとここが、いいんじゃないかなっていうのがわかるので、ちょっとそれ慣れるまで若干大変かもしれないですね。でもなんかあのその講座の中にいつも東郷さんは、はい、経済の流れとかそのメイクとか美容だけでなく、例えば車の、はい、デザインがこうなったとか、なんか歯磨き粉がこうなったとか、いろんなものの情報までいつも教えていただけるじゃないですか。そうですね、はい、そうなんですよ。あれもちょっとずつね、あのいっぱい毎回の情報を取っていて、何個か同じようなシリーズっていうのがやっぱり出てくるんですよね。さっきおっしゃってた、なんか歯磨き粉というか口の中のものを清潔にするものが結構多いなとか、もしくは睡眠に対してのサプリメントがすごく多く出てるなって、なんか多く出てるなっていうところって、やはり注目されてるところなんだなっていうふうにわかりますので、たくさんの情報の中で特に目につくなっていうものをこうギュッと凝縮して、そのジェーマンのトレンド情報というところに入れています。そうですよね、すごいですね。あのジェーマンのまたあの講座の方もね、あれですけども、はい、ちょっと先出しときましょうね。せっかくなので、あの年に2回で今、東京とか大阪でやってたんですね、リアルにね。でも、今は全部オンラインでね、できるようになりましたし、はい、で動画でね、東郷さんがいろいろと出していただいてるじゃない、ね、あれすごい、ね、ちょっと、はい、前回はコロナになったばかりで、本当は3月にね、あの集合でやる予定だったんですけれども、ちょっとそこのところは今は
見送りましょうかということで、初めてのこの J-MAN のジャパンメイクアップアーティストネットワークというのを縮小して J-MAN というんですけれども、じゃあまあこんな時期だし、お家で見ていただけるように無料で、ちょっと今回は、YouTube で作ってみましょうということで、初めての動画を作成して、ちょっとね、なかなか慣れなくって、ちょっと長くなっちゃったんですけれども。でもあれ、すごく皆さん、たくさんの方が見られてますよね、今、特に、ね、マスクをした時のね。マスクのそうなんですよ。ね、はい、あれ、僕もだいぶいろいろと皆さんにシェアして、地元の人にも教えてるんですけど、はい、で本当にちょっとしたらね、プロのテクニックがそこに入るだけで安心できるし、うん、まあ、多分こうご覧になっている方でもそういうことで結構大変やったと思いますよね、この 2,3 ヶ月ね、暑いし崩れるし、もうぐちぐちになってね、この中がね。逆にリップとか化粧品業界のリップがあまり売れてないんじゃないですかって、そんなところまでこうイメージしたりね。いや、その通りですね。リップちょっときつくて、むしろちょっと安いものでリップクリームのようなものっていう方が多少人気あるみたいですが、うんうん、なかなかちょっと口元は難しいそうですね。で逆にそこでまたこ の、ピンチはチャンスなんですけど、逆にオンラインがどんどん僕は増えると思うんです。アフターコロナで増えた時に、はいはい、今はリップが出てないけど、もしかしたらオンライン上でリップをうまく活用するメイクってまたこう、うんうん、火をつけていけると思うんですよ。特にオンラインってちょっとしたことで血色が悪くなったり、そこら辺どうでしょう、東子さんなりのオンラインでなんか新しいね、こうバーンとノウハウを皆さんにね、うんうんうん、ちょっと気をつけてることがあれば、はい、はい、そうなんですよね。どうしても顔の血色がちょっと悪くなるのと、それからご自身が輝いている方がいいんですね。自分がライトになるようなイメージの方がいいので、口元もちょっとツヤがあった方がもちろんいいですし、お肌もツヤがあった方がいいので、こうお粉であんまり固めるんではなくって、ツヤやかなちょっとパールの入っているような下地を使うなど、肌にツヤを持たせておくと美しいですので、いいですね。その動画のまたちょっと概要欄に貼っときますね。いろんなね、うん、動画たくさんね出てきてますから、ちょっと貼っときたいなと思うんですけどもね。はい、はい、まあメイクの話だけではなくて、いろんなことをこう、うん、実は聞きたいんですけどもね、人生を変えていく女性、まあ女性だけでない、うん、男性でもそうですけど、東子さんなりに何か共通点ってやっぱありますかね。やっぱりメイクだけでなかったらいいんですけど、どんな考えで、まあ、挑んでるとか、うん、日本女性を元気にする会としては、うん、こうしたら元気になるよとかね、なんか、うんうんうん、なんか思いつくことがあればね、うん、そうですね、もう無茶ぶりで、全然とんでもない無茶ぶりで僕が思いついたこと聞きたいばっかりで何の打ち合わせもしてないですけど、これ、ね、いいです、いいです、はい、メイクアップってちょっとその人の人生を変えるきっかけでもあると思うんですね。まあ、メイクアップっていうと女性に限られてしまうというところもあるかもしれませんが、男性も結構必要で、男性もお肌の整え方、まあ、男性メンズのスキンケアもそうですよね。スキンケアや男性は眉と、あとヘアスタイルと、やっぱり肌のツヤっていうところが出てくるので、そこで言うとやっぱりメイクアップになりますよね。その方に合わせたメイキャップ、それから外見の演出っていうものを、ちょっと今までにないパターンをしていただくことによって、その方のまあ考え方とか、ちょっと人生を変えるきっかけになると思うんですね。なので、ちょっと自分自身を変えたいな、ちょっと変えられるんじゃないかなって言った時に、ふっと美容に、そういえば、ちょっと美容って興味があったなとか、こうお洋服が好きだったなとかっていう方は、そのきっかけにとしてはすごく大きくなるところだと思うので、このちょっとの美容のちっちゃいきっかけが、その後ブワってまた違う方向に行く気がするんです。そのちょっとのきっかけを作れたらなっていうふうに思ってるんですよね。そうですよね、なんかすごく魔法のような気がしますね。特に、うんうん、まあ、僕もこの後からメイク師になったから分からなかったんですけど、うん、女性の方のメイク、なんでここまで面倒って言いながらすっごく鏡見て毎朝一生懸命やってせわしなくやってる母親とか女の子友達がみんなそう最初言ってたから、だけどみんな頑張ってやってるしみたいな。やっぱり最近思ってきたのは、本当に今トコさん言われたみたいに、こう魔法がこうどんどんあって、力がどんどんこうね、うん、
その理屈ではないけどふっとこう笑顔になってますよね。そうなんです、そうなんです。いらっしゃった時と帰る時のもう背中の雰囲気も全然違うんですよね。お顔の表情もそうなんですけど、背中がこう飛び跳ねて帰っていくような感じがもうそれ見るともう嬉しいので、なんかメイクってすぐにその変化がわかるので、それはとってもいいお仕事でありがたいなと思います、うん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 、ですよね、はい、ご覧の皆さん分かってくれてますか。本当にメイクを メイクって本当に魔法の道具ですよ。大事ですよね。美容って本当にそういう部分では美しく生きることが健康にもなり、そして自分の夢が達成しやすくなるっていうようなことをね、よく言われてますけども、なんかテルコ先生もねよくやりますね、脳と肌は表裏一体で。そうですそうです、その通りです。なのでね、すべてこう肌に現れることもあれば、肌から内面にっていうふうに外と中って必ずつながっているところなので、ちょっと気持ちが今ナーバスになってしまったら、お顔から入ってまた気持ちをリフレッシュしていくってこともできますし、もうほら恋する乙女がどんどん綺麗になるっていうのは、ね、内面が綺麗になっていくからお顔が綺麗になっていくっていうの、反対もできるのね。それをうまく活用していただきたいですよね。そうですよね、はい、これもまた無茶ぶりで僕が浮かんでくることばっかりで喋らせてもらっていいですかね、うん、東郷さんとこの間、1年ほど2年ほど前だったかな、なんかで僕情報を知ったんですけど、うん、音春っていう大人思春期っていうなんかそういうページに担当としてされ、ね、仕事で乗られていましたね。その音春っていうことを、はい、多分まだご存じない方もいらっしゃると思うんですけども、はいはい、ちょっとよかったら、はい、ご紹介を、はいはい、もちろんです。音春、はい、という大人思春期のこう合体した言葉なんですけれども、ちょうど、まあうん、その時期の方たち、まあ、いわゆる更年期世代の方たちを中心に、やはりいろいろと知恵をつけていこうよっていう会があるんですね。これ音春プロジェクトというものなんですけれども、そちらで美容の講師を担当させていただいています。その音春の考えとしては、ちょうど更年期の時というのは、まあ、年齢的にキャリアもある、なのでお仕事もすごく忙しいんだけれども、更年期ということでぐっと体調が悪くなるということがあります。体調が悪いんだけれども、仕事をしなきゃいけないし、お家のことも結構忙しくなります。例えば子育ての問題もありますし、プラス介護の問題が出てきます。そうするとお金の問題が出てきたり、そうすると自分はもうボロボロで、とにかく毎日忙しいという、体も辛くなる、そういう時期の人たちにいろいろと知恵をつけて、そして美しく楽しく生活できるようにっていうプロジェクトなんですよ。そこでね、美容をね、楽しくご提案させていただくということをさせていただいて、今日もちょうど打ち合わせをさせていただいたんです、音春チームの方たちと。あ、すごいすごいタイミングで、はい、そうなんですね、はい、そうなんですよ、うん、だからやっぱりまあ、この節目って必ず人間誰でもあると思うんですね。そのタイミングっていうんでしょうか ね、 そ, うですね、その時にどう自分のこの心をチェンジするとかっていうのはすごく大事だと思うんです、うん、その時にやっぱり一人に、一人にこもらないでほしいですよね。こういういろんなプロの方に、そう、ね、そうなんですよね。やっぱりプロの話を聞くことによって、ああそうかという発見もあるし、安定それから安心というところにもつながるので、いろんな方の話を聞くっていうのはとてもいいです。なので音春の方たちはね、その同じ悩みを持っている方たちが集まっていますし、そういう方たちに向けて発信できるような先生方がいろいろいらっしゃいます。例えばお金を、先ほど申し上げたお金のことを教えてくれるとか、あと体の中のこと、鍼灸の先生もいらっしゃったりとか、いろんな先生がいらっしゃるので、すごい私も面白いですよ。いろんな先生方と交流ができてですね、すごいですね、はい、まあ本当に話はね、いろんなところ僕あっち行きこっち行きが聞きたかったんでしてますけども、ちょっと時間的にですねあれなんで、これ先に僕忘れないうちに紹介をさせてもらいたいんですけど、いいですかね。ありがとうございます。のね、髪が9割ですよね。これからは服よりメイクよりさっきメイクの話してたけど、今度髪が9割というね、そうそうそう、もう、そう、後ろ姿は ね、 顔がないから、うん、ね、そうそうそう、後ろ姿はね、顔ないからね、どうしても髪のバランスとかも必要ですよね。で僕もこう、この付箋
いっぱい入ってくださってるのね。いいですか、ちょっとポイントで、せっかく皆さん、ね、うちの、うちのかみさんも美容師なんで、いろいろとこの本見てとか言って、いろいろと勉強させてもらってたんですね。まずこの、若返るっていうか、若くなるっていうんでしょうか、若く、そのシャンプーは夜にっていうことを書かれてまして、ね、シャンプーは夜に。そうです、そうです。シャンプー夜していただいた方がよくって、シャンプーしてすぐって、キューティクルがピッと広がったままになるんですよね。で、それをやはりそのまま放置しておくと、キューティクルがこう開いてしまっている状態の時って、紫外線も結構当たるとやはり負担にもなりますし、どんどん水分が抜けてツヤがなくなってしまうということがあるので、夜洗ってしっかりと乾かして、ちょっとブローして寝ていただくと、朝起きた時も寝癖がつきにくくって、ツヤも出るということになりますので、夜洗うことをこの本の中ではご紹介をしています。で、他にもたくさんね、ご紹介をしたいんですけど、一応僕もですね、これ、読む前から やろうとしてやってたのは何かというと、分け目を変えると印象が変わるというのは自分なりの中で分かってたんです。ほんでこれでやったら徳さんも書かれてるっていうことで、これは分け目を変えることによってメリット他にもありますよね、ありますね。よく女優さんでもいらっしゃいますよ ね分け目でね、好きな顔嫌いな顔っていうのがあったりするんですけれども、分け方によってで柔らかく見えたりちょっとシャープに見えたりするっていうところがありますので、それをうまく活用する、その印象、さっきの印象を表現するっていうところでは髪の分け目を変えてみるっていうのも一つ簡単な 方向だと思います。で、その中、それを変えることによって立ち上がり、髪の毛自体がこう立ち上がりが良くなっていく。そうなんです。いつも同じ方向から分けてしまうと、やはり根元がペタンとしてしまいますので、少しずつ、その立ち上がり、やはりこのトップの部分って立ち上がりがあった方が元気で美しいバランスになりやすいので、なるべくちょっと変えていただくということをお勧めします。はい。じゃあこれ本当にね、これご覧、わかりますかね。この、こういう、ちょっと待ってくださいね。こういうイラストがたくさんあって、その髪型を例えばボブの方でも長い方でもいろんなパターン例がこうやって書かれてるんですけど、先ほどもちょっと打ち合わせでお話しさせてもらって、これを説明するのってなかなか大変やったと思うんですよ。それをこう丁寧にこう一つ一つ低い位置、中間の位置、高い位置によってこういう印象がありますよとか、おしゃれに見せるポイントがありますよとかっていうことをね、104ページですかね、書いていただいてたりとか。でこれもシンプルですけどすごく分かりやすい。髪を次のページですね、束ねる位置によってどう見せるかって、これもまあメイクもそうだと思うんですけど、そうですよね、見えますか、印象変わりますもんね。そうなの、縛る場所によってちょっと落ち着いた雰囲気になるのか、それか元気に見えるのかっていうところがありまして、やはり周りの人は正面だけではなくて横とか後ろからのバランスもありますので、そういったと束ねた時にどういう印象につながるかということも書いてあります。ちょっとこういうのを知ってやるだけで全然違いますね。 C ライン、S ラインっていうのはもうね、これ動きがね、動きを出した方がいいですよっていうお話ですね。メイクもワンパターンになったらあきませんよって言ってますけど、このヘアもこうやって一個一個ワンパターンにならないように、前髪一つだけでもこういういろんな事例があったりとかね、そうなんです。そうなんです。短さでね、全然印象が違いますよっていうところがあります。はい、たくさん紹介したいんだけど、これ本買ってください、その前に。ぜひぜひ、先にね。この本、ちょうど昔から、親しくさせていただいている田村真奈さんという美髪アドバイザーの方として作ったんですね。で、昔から、もう二十歳ぐらいの時からずっとしていたんですけれども、なんかいずれ一緒にできたらいいねって言った時に、マナさんがこれ声かけてくれて、一緒に一生懸命二人で作りました。ねえ、いや本当にこの僕もね、秋に こんな時にちょっとさらっと宣伝させてもらって、秋に出版するんで、ありがとうございます。ね、すごい楽しみです。で、いや、ほんでこれを一個一個こうやって作られてる人のやっぱり大変さっていうのはすっごく分かりました今回で、こういうカラーは
でいっぱいたくさんの方をこうドライヤーの選び方とかもいろんなものありますよね。でこのブロックのブロックでどういうふうにこう束ねていくかって全部載ってるんですよね。これあったら結構皆さん女性の方もなんか楽しく部屋をいろいろできるんじゃないかなと思ったりしてね、うん、見てたんですね、うんうん、でまあちょっとメイクについての話でとヘアについての話で、これは絶対皆さん聞いておいてほしいのは、このページにも書いてるんですけど、左側を右側を意識するってすごく大事なんですよね。これこれね、あのそうこれちょっとあれですね、子供顔になるか社会的な顔になるかってありますもんね、メイクでね。そうそうそうなんですよ、ありますよね。これ何ページでしたっけね。これね、113ページですね。113、ここね、そうなんです。あの皆さん、あれたまにやってる方もいらっしゃるんですけれども、どちらかの顔に本音が出る、どちらかの顔に建前が出るというふうに言われているので、こう見せたい、こう分け方によって見せたい方向を出すっていうところなんですよね。ぜひぜひこれね、読んでください。これ東子さんあれですよね、なんかあの左脳右脳の話とあのなんかありますよね。そうなんです。で脳の働きと関係していると言われています。ですよね。これ、これ面白いなと思って、あの僕もカメラマンやってたから、いやいや今もやってるけど、全然違いますね、左顔と右顔で。そうなんですよね、びっくりしますね、うん、でこれはすごく分かりやすくって、前髪をじゃがどっちに分けるっていうことだけを考えるだけでも、うん、今日はシャキッとこう社会的な地位で仕事をするっていう場合はこれこっち側とかね、今日はちょっと彼氏とデートするからちょっとこう可愛らしい本音を出してもいい方こっちにするとかね。そうです、その通りです。そういうことを計算するもね、すごく楽しいですもんね。そうなんですよ、それを活用していただきたいんですよ ね, ね, ね。ありがとうございます。もう本当にいろいろとセミナーみたいになってきましたけど、はい、あっという間に時間ね過ぎてしまうんで、まあ、せっかくね今日ご覧にいただいている皆さんにちょっと、じゃあ情報としてこの印象分析をどうすればいいかっていうのが無料でできるところをちょっとご紹介しておきましょうかね、はい、せっかく、はい、はい、こちらで、はい、ちょうどリファインダー、はい、作りました。ワーナービというこう、ワーイコールビというのがワーナービと読むんですけれども、こちらインターネットから入っていただくことができます。そうすると男女問わず自分の印象をチェックするというページがありますので、例えばあなたの顔の形はどんな形ですかとか、あなたの目の形はどんな目の形ですかといういろんな質問が出てまいります。なので手鏡を片手に持っていただいて、なかなか自分の顔って分析するの難しいと思うんですが、やってみてください。もしちょっと自分ではわからないということでありましたら、今そういった印象分析と性格分析がセットになった統合分析というもののオンラインもやっていますので、よろしければぜひそちらもご検討ください。私がチェックをして、何々さんはジェントルですねとかキュートですねとかっていうお話をして性格分析もさせていただくので、今何々さんの心理状態はこういう状態ですよ、じゃあこれからどうした方がいいですよっていうようなお話もさせていただきます。なるほど、すごいですね、はい、なんかワクワクですね、はい、でさっきのこれとこの、はい、これ今男性のあれですけども、はい、男性です ね, ね、女性、これ男性も女性もこんなの受けれるんですか、ね、そうです、そうです、女性も男性も受けていただけます、うん、うん、そうすると大体1時間ぐらいでお顔の印象も、うんうん、のことと性格のこととお話をして、うんうん、今あなたはこういう状況ですよってお伝えします、うん、例えばこうまあ、一番分かりやすく今右端にワイルドっていう女性の印象が強い方があったとしますよね、はいはい、でその強いワイルドという印象が私嫌いなのよ、私これがもうすごくコンプレックスなのっていうみたいな感じの方もやっぱりいらっしゃると思うんですね、はい、そういう場合は、はいはい、そういった場合にはずらしていきます。ただですね、ワイルドと一番対極にいるキュートにするのはなかなか難しいところではあります。まあ、基本的にそのお客様の印象を生かすということをなるべくはしていきたいんですけれども、やはりご要望によってはそこはちょっとっていう場合もあります。じゃあお顔のどの部分がワイルドになっているのかっていうことが分かれば、そこをちょっと変化させていただくことによってちょっと柔らかさが出てきたりするんですね。でメイクアップって目の錯覚だったりするので、その一番ワイルドに見える場所、例えば口元が結構ワイルドに見えるということであれば、この印象が出ないようにメイクアップをして、例えば
目元を強くして口元はなかったことにするようなメイクアップにしていくとワイルド感がなくなってきたりしますから、お顔のどこに強さ、そしてもうなくすかという、まあ、弱いところと強いところどんな風に持ってくるかっていうことでも全然違うんですよね。なるほどね、そうですよね、うん、で、まあ、東郷さんの場合はそのメイクだけではなくその髪型もちょっとこうしたらあなたいいかもねとか、はい、いろんなことをご提案できるからいいですよね、はい、はい、まあ、ぜひね皆さんこれ無料です。今ちょっとこの、QR コードこち、こちら側の上の方にね、QR コードありますね、今取っておいてくださいね、写メで、はい、写メで見てる、写メでっていうのはあれ、カメラで見てる人はカメラで撮れないけど、あの概要欄にリンクを貼ってますのでそれを見てください。それから、もう一つがですね、オンラインの今日は特典をもう先にやってしまそうそうそう、ビファインショップっていうのがこちらに、ビファインでも、はい、化粧品を、はい、あの私たちメイクアップアーティストの集まりがこのビファイン研究の中に、アーティストもセラピストもいるんですけれども、あの化粧品をやはり開発しています。特にスキンケアっていうのは毎日使うものでもありますので、やはり丁寧に作ったものをそれは提供していきたいということもありまして、結構マニアックに作っているものもいっぱいあります。なのでスキンケア、ベースメイクアップ、ボディケアのものなんかはいっぱいありますので、ぜひオンラインショップも覗いてみてください。あの今日のちょうど日本女性を元気にする会に出席しましたって備考に書いておいていただいたらいいことが起こるかもしれませんので、ぜひ、はい、いいことがあるかわかりませんが、はい、ぜひね、アピールして書いておいてください。ぜひぜひ、あの、手前味噌ではございますけども、ここの中の僕プリズムエイクのあの下地っていうのが最高にいいので、僕の自分の受講生の方にも全部これをすす、これは最高ですよね、あの下地ってね、そうなんです、まさにねオンラインの時にもあれね、さーっとこう T ゾーンとここの頬の高い位置にスッと入れるだけでもツヤっとしますし、ですよね、お化粧前の、ね、下地にもいいですよね。あの下地は魔法、本当に魔法かなと思って、もう照子先生が、うん、あのね、こうされてるあれ見た時に、え、これ美容液みたいなぐらいこうしっとりと見えて、しかもこのくすみとかが一瞬でなくなるみたいな。パッて、そうなんですよ。あれはもう、ね、もう綺麗にミラーボールみたいになりますよね。うん、で小顔効果もありますしね。もう本当にあのこれ別に本当に僕のあれですよ、もう街で思ってますからね、あれね最初使った時にね、あれ僕のメイクのテクニックいらんやんみたいな感じいや本当にあのだから最近ね、あの生徒さんにも言うんですけど、何の製品に出会うかも大事ですよっていうんですね。メイクアーティストにね、どのメイクアーティストに出会うのもそうかわからないけど、その製品との出会いによってすごくやっぱりメイクが上手になって気がしますよね。そうですね、もう簡単で美しくなるんだったらそれはもうそれで最高ですもんね、うん、ね、もう本当にあの今日はいろいろとあっち行きこっち行きのいっぱいいろいろ話聞いて、あっという間のお時間来ました、本当ですね、はい、早いでしょう、早い、そう、そう、で、そう、東子さんの人生のあれ聞きたいんですよ、あの、はい、人生の格言を最後にちょっと聞かせていただきたい人生の、いや、って言ったらちょっと大層ですけど、そうそう、一応あのゲストの方にね、あの人生の格言ね、あのね、はい、あの、はい、池端さんにもね前にも聞かれて、あらなんてちょっとこう考えたりもしたんですけれども、うん、私ね、あの女性と男性とちょっと違うなと思うんですけども、女性、女の人はね愛嬌だなって思っていて、男は清潔感っていうふうに思っているんです。なのでこう、まあ、私は美容というツールでその方の人生のちょっとこう変えていくきっかけを作りたいんですけれども、ちょっと女性は愛嬌のあるなんか生き生きとした感情を作り出したいですし、男性には清潔感というものをテーマにしていろんなものを伝えていきたいというふうに思っているんですよね。この男性の清潔感ってすごく大事ですよね、そうなんですよ、ね、なんか格言になるかわからないんですけれどもね、なんかそういうことをちょっとこの時にふわっとこう思いついたので、まあ、ついでに聞いてまた聞きますけど、最近男性の方のもうメイク、若い人ほどメイクをしてる比率とか、そこら辺は今東京でどうでしょう、やっぱり田舎の方はやっぱり少ないんですよ、まだ少ないんですけどね、はい、はい、東京多いですよ、
やはり韓国のね、アイドルの人の流れというのもあると思うんですけれども、プロポーションもやっぱりいい、男性、男の子なんかは、もうさりげなく、ちょっと、あれ？まだやっぱり綺麗だなって思うと、ちょっとつけていたりとか、ちょっと眉整えていたりっていうことはあったりしますので、もう男性もこれからもっと一般的に美容が使われていくところになるんではないかなっていうのは間違いないですよね。うんうん、そうですね。なんかもう営業マンが、5年か10年ほど前にも言われてました。もう営業マンも美容にもっと意識をしないと売れないよとかって言われることが、言われ出してですね、やっぱりだいぶ意識してましたよね。もう10年、うん、もっと前かな、営業マンだ、うん、でも営業とか関係なしに自分の人生によになんかやってますよね。好みでやってますよね、みんなね。営業とか関係なしでね。関係ないですね。今はもう全然職業も関係なく、ね、コミュニケーションの一つというのもあるのかもしれませんけれども、うんうんうん、まあご自身、自分自身のね、こうハッピーである一つの、まあ、ツールというところなんだと思います。うん、はい、そんなことを言いながら僕今日は気合い入れて眉かけすぎて太くなってですね、しかも今日は日焼けしましてね、真っ黒い、まあ、顔がちょっと赤いでしょ、日焼けしてね、そこへ持ってこの白の服やから余計顔が赤く見えてるというね。めちゃくちゃ暑いかったですもんね、今日もね。はい、そうですね。まあ、最後にしょうもない話したら怒られますんで、ありがとうございます。まあ、そんなことで、まあ、日本女性を元気にする会ということをね、全般のいろんなことを惜しみなく お知らせをいただいたんですけど、いろんなノウハウをいただいたんですけど、うん、もう東子さんの今から見て、この日本女性元気にする会のメンバー、うん、女性に対して最後にね、なんかこう、何でも結構ですけどもね、メッセージがあればね、うん、思ってることをぶちまけてください。もう僕が言っても聞いてくれないから。そんなことないですよ。まあ、今日きっかけにね、ご自身のことをちょっと見直す時間にもなるかもしれません。なので今まで思っていた私ってこうだからとか、私じゃできないかもっていう気持ちをちょっと置いといて、もしかしたらちょっとできるかもとか、もしくはこれを使ったら何か違うことが起きるのかもっていう気持ちがちょっとでもあったならば、今日をきっかけにぜひチャレンジをしていただきたいなというふうに思います。そのチャレンジがまたこれから何か新しい発見につながることがあるので、さっきも私が言ったちょっとのきっかけでブワッと急に花開くっていうことがあります。さっきも何度も言ってます。メイクアップは落とせば、落とそうと思えば落とせるっていうところもありますので、ぜひ思い切ってちょっと一歩先に進んでいただきたいなと思います。頑張ってください。応援してます。めちゃめちゃ応援してます。素敵なお話ありがとうございます。メイクアップって落とせますもんねっていう話の中で、なんかこう嫌なことがあったりとか、人生の失敗したこともメイクで洗い流したらいいやないのみたいなぐらいの気持ちになれますもんね。そうです、もうクレンジングで、ああ、ね、今日もはいはいお疲れ様って、もう一緒に流すよって言って、もうそういう気持ちで流してあげて、次の日は新しい自分になるようにメイクアップをしてあげたらいいんですよ。やっぱりそうです。そのね、東子さんのこのマッサージとかのああいうの見てると本当それ思います。この手のね、見てください皆さん、僕がやっても、ね、もうね、癒してもうね、もう私クレンジングの時はもう寝かせたいです。もうお客様をいかに寝かせたいっていう感じのですよね。いや本当に今ご覧の皆さんの中で、まあね、元気私は元気やからここ来てんのよっていう人ももちろんいらっしゃるし、それはそれでいいし、もっと元気になっていくよみたいな、ね、刺激で来ていただいている方もいらっしゃいます。で逆にちょっとこう今どうしてもちょっとなんかうまくいかんなとか、悩んでる方もいらっしゃるか分かりませんけど、今も東子さんもありましたけども、とにかくこの会の中のメンバーの方はちょっとずつこう少しずつね、今言われたようなメイクだけでもいいし、なんかきっかけに元気になってもらえたらなと、そんな風に思った次第でございます。東子さんありがとうございます。本当にこちらこそありがとうございます。楽しかったです。なんかあっという間でしょ、1時間って本当あっという間です。もうびっくり、ね、もう10分以上経っちゃったなんて。そうなんです。で、まあ、こんな感じで毎週金曜日やって
ってまして、もしお時間がもし合えばね、また東子さん、ゲストで、見に来ていただいて、いろんなコメントなど、いただけてもありがたいし、で、この回って、こういろいろんなご縁で、つながっていくんですね。これ不思議なもんですけど、今までだったらリアルに会わなかったら、東京行かなかったら会えなかったけど、多分これ今田舎の人ほどチャンスやと思ってます。僕、僕が田舎でずっとこう大変な思いしながら東京行ったり して駆け出しの頃やってたんで、これが今一気にこう流れますよね。どーっとこう全国世界にね。その時に見ていただいてるあなたがもうこれを掴むんやっていうぐらいの気持ちで、東子さんと会えたらね、今度東子さんにこうメッセージいただいてですね、どんどん東子さんにまた、質問投げかけていただいたら、これはこれでまたすごいご縁になると思いますんでね、はい、ぜひぜひ、ファンになりました。ほらもうね、ファンになりましたんで、ありがとうございます、そうでしょう、雅子さん、本当にそうなんですよ。僕がだから今お世話になってるのは、その東京へ行ってね、ジェイマンの会でもそうですし、テルコ先生のね、やっぱりもう周りの方ってなんか美容っていう感じじゃないんですよね。なんかもう、この人生をこう達観してるっていうんでしょうか。もういろんなことに、もう美容だけの話じゃなくて、いろんなことをうまくこう含めて、お話しされるから、人生の師匠というんでしょうかね、みんなね。そんな感じに見えてきますよね。東子さんものいつもそんな笑顔ですしね、もう素敵な笑顔で、いつもありがとうございます、本当に。もうほっとしました。もう今日はさっきまで雷になってて、これ途中でもしライブ配信中バーンと落ちたら ね電源落ちたりとかね思ってましたけども、はい、無事に終わりましてよかったです、本当に。こちらこそ、はい、まあ時間来ましたんで、じゃあ心名残惜しいですけども、まあこの辺で今日は残業してずっとそちらの方でいただいていただき、すいません、ありがとうございました。はい、ありがとうございます。それでは東子さんでした、皆さん大きな拍手をということではい、ありがとうございます。